き寝入り。それをまあ結局ミディデータとして、これはですね、これも13日前なので、大学のね、ゼミ仲間というか、友達を亡くしたんですよ。はい、皆さん、ご挨拶しております。ですね、今日はね、何やっていくかということなんですけども、まあ今日はですね、まあ恒例というかね、いつものご恒例の、ご恒例といってもね、まあ、高齢者というわけではないんですけども、まあ、こういうくだらないね、ことが出てくるのを、まあ、年のせいということでですね、まあ、このね、年取るとね、多分ね、親父ギャグみたいなのが出るんですけど、これはね、多分ね、もともとみんな頭にあるんだけど、このチャックが緩むんですよね。チャックが緩むことによって、こう、出ちゃダメなことが出てきているというような、まあ、どうでもいいことを、まあ、また叫んでしまうんですけども。ということでね、今日はね、5月。ね、過ぎまして、今日も6月の10日ということでございましてですね、5月のですねランキング、いつもの、まあ、恒例と、ね、言いましょうか、まあ、またチェックが開きそうですけども、それをねちょっとやっていこうかと思っておりますということでね、今日もねランキング表をここ出しております。シンセサイザー部員の曲ということで、1位からね、10位までということで今回も出しておりますけども、今日はねもういちいちね、一曲一曲、聞きながらね、皆さんと一緒にこうね、やっていこうかと思っております。ということでね、10位なんですけども、はい、これね、実は10位はね、このね、愛のコリドーなんですよ。愛のコリドーはもうね、散々出てきてますんで、これはちょっとね、はしょるということで、まあ、これトップノートにね、トップページに入れてるんですよ。だからこれはまあちょっと再生数上がってもしょうがないなということで、11位のね、このあくる日僕はね、ちょっとこれまあ聞きながらやっていきます。目の前に誰かが倒れてる、はい、いやーこれね、僕はいい気分でそれを、まあこれいい曲なんですよ、僕大好きで、まあ歌詞が結構僕はこれ好きで、結局目の前に人が倒れてるね、それを僕は踏みつけて歩いていくという、まあ、こういうことなんですよ。で、これなぜこういうこと書いたかというとですね、まあ結局ね、人が倒れていると助けなさいとか、手を引いてね、連れて行ってあげなさいとかね、まあそういうことを言うじゃないですか。でも世の中ってそうじゃない。自分の心理の中ではね、やはり踏みつけて相手を足、要するに足台にするというかね、踏みつけることによって前に進むというような生き方っていうのは当然あるんですよね。ただそれをやるとね、人間っていうのはね、やっぱりね、マゾとかヒゾとか、まあSM とかじゃないですよ、やっぱりこう自分をこう、なんていうんだろう、悪いことしたなっていう気持ちで自分を今度は踏みつけてくれっていうような、ね、心境になるわけです。はい、踏みつけて、またこのね、フェンウィの声がいいですね。こういう曲はね、フェンウィに歌わすと右に出るものいない。ね、これが翌日というね。まあ、あくる日と書くね。まあ、あくるっていうのは開けるって書く場合もあるんですけど、僕はあえてね、翌日の翌で、飽きる、あくる日と。これ再生数はですね12日前なんで、多分5月の下旬ですね。まあとにかくちょっと僕5月っていうかね、まあ大体月のね後半はね元気ないんですよ。まあいろいろね、まあこの資金繰りという面でもありますしね、まあなんかちょっとこうね気持ち的にもブルーになるということが多いんで、まあ曲もねこういう曲ができてしまうという、これもまあ作曲者のまあサガという悲しいサガというかね、目の前にね誰かが倒れてる、僕はいい気分でそれを踏みつけて前歩いていく、あくる日僕は誰かの前に横たわり踏んでくれと叫んでると、まあ、こういう感じなんですよね。ということでこれはですね、159視聴ってなってますけども、ここ見るとですね、まあ、146と、まあ、5月中にまあほとんど再生されてるんですけども、まあ、22円お金になってるというようなマークも出てますけども、ということでね、じゃあ次行ってみますか。次、はい、
次ということで、あ、このなんかね、こういろいろ見てるのが出てますね。はい、次行ってみましょう。はい、次ですね、第9位ということでございまして、9位がね、じゃあここ、はい、空は今日もというこの曲でございます。空は雨が降ってる、ただそれだけを焼き付けて。これはですね、これも13日前なので、5月のまあ本当も後半ですね。まあ、これもまたちょっと暗い曲ですね。こういうちょっとシーケンスパターンがちょっとおしゃれでしょうか。これがちなみに再生数174回ということでですね、これ5月27日にアップしてますね。これは何のねサンプルなんでしょうね。チッチキチッチキチッチキチみたいな感じですね。はい、ということでですね、次行ってみますかということでですね、はい、次の曲はですね第8位ですね。第8位行ってみますか。第8位はですね、これぞ70年代のファンクということでね、私は目撃者という曲でございます。ちょっと聞きますか。これはまあね、はい、こういうちょっとね、もうイントロ聞いただけでね、ビージーズのね、あの例の曲なんだっけ名前出てきませんね。ここ書いてますかね、はい、ドランですね、これね。これはね、ビージーズの、まああれですよ、ディスコのやつね、あの曲です。ビージーズというね、How Deep Your Love が好きですけどね、まあ、ビージーズの中でもこういう曲って僕あんま好きじゃないんですけど、あのなんか割とこういうちょっとファンク、70年代ファンクを作ってみました。これはまあナタリーとシーナに歌ってもらってるんですけど、なかなかね、これもいいんじゃないですか。はい、ということでね、ちょっとね、こういう感じで見とりますけども、この絵がね、AI に描いてもらったんですけどね、なんかこう、ちょっとこのズームにするとね、あれですよね、微妙にちょっと顔が変ですよね、これね。はい、ということで、まあ、まあちょっとこう自分に合わせてね、ファンキーな感じの曲やってますけど、パンパンね、パンパン、まあね、某ポンペにね実は出したんですけどね、この曲ね、まあお察しいただけるかと思いますけども、まあこういうテーマのね曲があったということでございます。はい、ということで、私を目撃者ということでね、かっこいいシーンだとね、なったか合いますね。はい、ということでございます。はい、はい、ということで、今何位までいった、10、9、8と、8と来てですね、次7位ですね。はい、7位の曲ということで、はい、僕は友達を大学の時にしました。はい、ということでこの曲ね、とても悲しかったんです。ね、この曲はですね、まあ僕が二十歳の頃にですね、まあ大学のね、ゼミ仲間というか、友達を亡くしたんですよ。で、彼はまあちょっと電車事故で亡くなったんですけど、その時にまあもうすごくやっぱりこんなに若くてね亡くなったっていうことにまあ衝撃を受けて、まだこれから人生があるのになって思ったんだけど、自分もかれこれもう30年以上経ってですね、ね、じゃあ今までのね人生はねどうでしたかという、まあ、自問自答してるわけですよこれ。で、まあこの曲結構まあいろんな人から評価をもらいましてですね、僕のまあ知り合いの松本氏なんかはこれにドラムをね、入れてくれたんですけど、またそのねドラム入れてくれたバージョンもまたねいつかねお聞かせしたいですね。で、これまあね結局リズム取らずに僕は弾いてるから、ちょっとね
トラム打つのは大変だなっていう、感じでしたけど、こうちょっと溜めたりするじゃないですか、こういうところでね、僕の。これもうほとんどね、僕ね、歌詞考えずに歌ってるんですよ。だから即興なんで、ここら辺は本当にね、自分でもなんでこんな言葉が出てきたんだろうっていうことは多々あるんですよね。これはね、ちょっとやっぱり即興の楽しみというかね、喜びというかね、そういうのありますね。はいはい。で、ここから転調して明るくなる。あと何年生きれるかっていうことなんですよ。ここら辺はね、深いテーマというかね、もう僕自身ももう毎日刻々とね、命を削って生きているわけですよ、人間っていうのは。まあ言ってみれば電池がいつ切れるか分かんないというね、充電池のようにね、まあね、何回かまあこうやって充電もできるわけですよ、人間って。まあ飯食ってね、元気になる、まあストレスを発散して元気になるっていうのはあると思うんですけども、結局ね、なんだろうね、結局充電池もね、500回ぐらい充電するともうできなくなるじゃないですか、充電が。それはね、僕あると思いますよ。いつかね、やっぱりね、そうなる日も近いということでね、やはりね、日々ね、皆さんね、元気に毎日ね、無駄にしないようにね、生きていただきたいと思います。ということで次ですね、1987で6いきますか。6ね、はい、オリーブ油のトルコさんということでですね、これはね、まあ、どういう心境で僕が作ったかというとですね、はい、まあ、あんま意味ないんですけど、まあ、オリーブ油が異常に今やっぱりね、高騰してね、6割ぐらい高騰したということでですね、まあ、どこ行ってもね、高いんですよ。でやっぱりね、健康を考えるとね、やっぱオリーブ油をね、使った方がいいらしいです。その地中海料理っていうのが今流行ってましてですね、サラダ油よりもオリーブ油を使う料理で使った方が健康にはいいということでですね、最近僕もまあオリーブ油を使うことにしてんですけど、まあまあここでね、高いわけですよ。そうなると国産のオリーブ油はやっぱ高いということでね、なぜかこのトルコ産だらけになってるという、まあ、トルコ産がね、まあ、有名なのか、ただ安いからね、そういうまあ商社とかね、メーカーがそうとも輸入してるのか分かりませんけどね、やたらトルコ産なんですよ。トルコ産で、ね、トルコでオリーブ油がそんなに有名なのかってことは分からないですけどね。だってね、中国産のね、例えばニンニクがね、まあ、安いわけですよ、国産にしたら。国産が1個200円するのが、中国だったら100円で5個6個入ってるわけでしょ。じゃあ中国がニンニクの産地かと言われたらそうじゃないじゃないですか。別にこれ安いから取り入れてるわけですよ。安いからね、人間にね、害があるものも取り入れていいのかっていうのはね、ありますからね。このオリーブ油、トルコ産のオリーブ油が果たしてね、健康にいいのか悪いのか分かんないですよ、これは。はい、ということでね、トルコさんということでね、まあ、これまあ即興でね、僕はまあこの日に感じたことをまあ歌にしているということでですね、198765と、次5位ですね、ここで出てきました車窓。はい、これはですね、もう皆さん、まあ、大好きであってほしいというような曲でございますがね、まあ、ランキングとしてはまあ5位か、まあ、しょうがないですね。293回視聴ということで、これはね、ここにも書いてましたけども、 QY20 というヤマハのシーケンサーがあるんですよ。今ここにはないのかな、どっかに あればまあお見せしてもいいんですけど、そのまあシーケンサーを使ってですね、僕がそれこそまあ20代前半頃に、作ってた曲があるんですね。これがまあ車窓なんですけど、この今両脇で流れている、アルペジオ系のギターの、まあ、ストリームね、アルペジオが流れてるんですけど、それをまあ QY20 の、
まあ、シーケンスパターンで作ってて、それをまあ結局ミディデータとして吐き出したものを、これはまあ、まあ、なんかのギターのサンプル音源で鳴らしてるんですけど、こういうちょっとね、なんか機械的なんだけど、こういうシーケンスをシーケンスでパターンっていうの、まあ、山のイオスとかでもあるじゃないですか。こういうちょっとしたもうなんかダサい、一見ダサいんだけど、まあ、一つの味としてね、なんかこの曲のなんかこの大きな核になってるような気がしました。でこれは2番もあるんだな。はいはい、このハーモニカの音ですけど、これはね、もともとはあのヤマハの 01V っていうね、まあ、ちょっとここに見えないんですけど、これ上に置いてる、モジュール音源があったんです。それを使ってたんですけど、多分これは M1 の、ソフトシンセのハーモニカ音源に差し替えてると思います。それまたまたね、なかなか音いいんですよ。 M1 のね、ハーモニカっていうのを探してもらえば出てくると思うんですけど、僕は大体おすすめですね、これがね。でこのドラムもなんか印象的ですよね。これはまあ、なんかのサンプルだと思いますね。これは普通のサンプリング CD のやつだと思います。これも当時使ってたものを多分使ってますね。でボーカルはジンですね、これはね。まあ、僕にとって珍しいですよね、ジン使うのはね。まあこの曲ですけど、まあ、車窓という名前で分かりますようにですね、まあ、夢を追って出てきて、そのまあまあ、なんか演歌の世界じゃないけど、電車に乗って夢を持ってね、まあ、上京してくるっていう気持ち、確かに僕も岡山から出てきてね、東京に出てくると時にやっぱりこういう気持ちってやっぱり抱くわけですよ。で毎回例えばちょっと疲れてお盆とかにまあ帰ってね、家に帰ってちょっとまあ田舎の景色を見たりして、やっぱりそうするとなんか自分の中でリセットされてね、またそういう気持ちになる。なんか東京にいるとね、ずっとねこのね、まあ言っちゃあれですけどね、生ぬるいお湯の中にねずっといるような気がしますね。でよくまあ東京は刺激的だっていうことを言う人いますけどね、まあそれはまあ、まあ、人それぞれですよね。そういうまあ場所にいればねいいですけど、僕なんかもずっと家にいるような人はですね、まあ、ぬるま湯になっちゃうわけですよ。そうなるとやっぱり気持ちの中でね、やっぱりちょっとリセットするためにはちょっとこう田舎帰ったりすると、東京帰ってきてね、品川とかも新横浜過ぎたあたりで、まあ、東京って感じがするじゃないですか。そういうところのね、景色見るとね、さあ頑張るぞ、仕事するぞみたいな感じにね、まあ、サラリーマンもねそういう気持ちになるんじゃないですかね。ということでね、車窓ということでございます。はい、ということでね、ランキングがずっと来ておりますけども、ここで順次出てないか分かりませんね。1、19、8、7、6、5ということで4位ですね。はい、4位はですね、これは何なんだということなんですけども、この4位の曲聞いてみますか。これ背景ことも様。はい、ということでね、こともがね、やっぱりね最近ちょっと Google とかねアレクサで聞くよりもこともに聞くことの方が多いですね、最近はね。もうねよくわかりませんばっかりんですよね。おやすみ。はい、ということでね、久々のこの振りもめんですけどね、振りもめんがねまたねちょっとね、まあ、ちょっと、まあ人によるんですけど、僕はちょっと苦手なんですよね。やっぱり自分と同い年のね、同い年じゃなくて1月12日生まれということで親しみを持ってね、はいるんですけど、なかなかね振りもめんの声ってこう、まあオペラというかちょっとこうねミュージカル調じゃないですか。で僕の曲っていうとやっぱりね、量とかねちょっとこう柔らかい感じ、アンシャーもそうですけど、ちょっと柔らかいタイプの曲が多いんですよ。でこの曲もね、これはまあこれで合ってますけどね、こういう曲ないんですよね、僕あんまりね。これは
でもコーラスは量じゃないかな。あ、量ですね。スペシャルさんちょっと量書いてますね。うん、まあこのね、子供がね、もうそろそろね、アンドロイド版が出るっていうのを聞くんですけど、なかなかまだ出てきてないですね。なかなかちょっと問題あるんですかね。まあ、多分ね、アンドロイド版出るともっと人気出てくると思いますよ。出ますね。こと持ってないんで、どっからしてフリオンをメモを紹介しましたね。佐々木勲さんとかね、宇宙戦艦ムトとかね、絶対合うんですよね、こういうのはね。はい、待ってましたね、これね、難しい。まあね、合う合わないありますよ。まあ僕もね、こういう曲書けるようにね、頑張りたいと思いますけどね。はい、ということでございます。はい、じゃあ次ね、もう3位かな。198765543位。3位来ました、3位。はい。青春たぬきねり。出ましたね、これね。青春たぬきねり。私は飯的女。まあ、珍しくね、さっき&マイで歌ってますね、これね。最近あんま使わないんですけどね。飯炊き女って言葉結構好きなんですけど、結局それがまあね、差別用語じゃないですよ、これもちろんね。こういう、どうせ私なんかっていう気持ちで書いてるだけですからね。ということで、まあ、187回ということでございまして、これもまあ、5月上旬ですかね、書いたのね。はい、青春たぬきねりが耳から離れませんね。青春たぬきねり。ね。至極かわいいね、至極かわいいっていうね。青春たぬきねり、私は飯炊き女。うん、ね、いいね14問もいただいておりましてですね、なかなかね、私も好きなんですよ、この曲ね。青春たぬきねり、私は飯炊き女っていう。はい、ということはね、これが3位でございました。はい、じゃあ次ですね。はい、第2位ですね。はい、 Good Night For You、これがどんな曲だった？また暗えな。暗えこともねえのか。4週間前ですね。っていうかですよ、これはさっきのあれですね、子供のプリモメンバージョンのナタリー&シーナバージョンでした。フリモメンよりもこっちの方がちょっと評価高かったのかなっていうことなのかな。まあ第2位ですね、こっちの方がね。好きでいさせて、これのあたりかな。まあ、ナタリーバージョンですね、これ、まあ、ほとんどコーラスがまあシーナですけど。まあ、208回ということでね。相変わらず綺麗な曲がかかりますね。現在2時10分です。時間帯と相まって心に染みましたということでね、ありがとうございます。ナタリーいいですよね。僕一番やっぱナタリーが好きじゃないかな。僕の持ってる18人衆というかね、まあ女性は10何人15人ぐらいのかな、中だとやっぱりねいいですよ。はい、ということでございまして、第1位、じ
じゃが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 じゃんということで、第1位はですね、コリアンガール。はい、出ましたね、コリアンガールね。韓国女。まあ、韓国女ってまずね、YMO のね、ラッファムチャイノイズ。の、中国女ね。ラッフェムチャイノイズだっけ、チャイニーズね。ラッフェムチャイニーズだっけ、ちょっと英語忘れましたけど。中国女のね。韓国女バージョンということでね。実はねこれをね僕はね韓国人の友達のヤンミちゃんっていう子がいて、その彼女がね中学生の時かな、ぐらいの時ですね、僕がもっと小学校の時かな、中学生だったかな、そのぐらいに僕の曲を知ってくれてですね、韓国からいろいろこのファンですっていうことを言っていただいたことがありまして、もう彼女もまあ最近はちょっとね連絡取ってないんですけど、もうね彼女も結婚して子供ができてぐらいのお年でね、僕よりまあ20歳20歳ぐらい年下かなぐらいなんですけど、まあその彼女がですねいろいろまあ曲を書いてあげようかなと思った時期ですね、もう小さかったけど、まあ彼女もまただからまだ中学生なんですね、まあ、だから元々まあそれ彼女に向けて書いた曲じゃないんだけど、そういう韓国女っていうのをコリアンガールっていうテーマで曲を書いたということで、すごくね気に入ってくれてですね、当時すごくねこの曲をもうありがとうありがとうって言ってもらえて、でそれからまあ最近ちょっとこの曲、まあ、昔の曲をまあいろいろ引っ張り出して直してる時に、ああこの曲あったなということでね、ちょっと作ってみましたということで、リョウとねフェンウィーと2人でこうちょっとこうデュエットっぽくねしてみたんですけど、これはこれでねなんか良かったなと思いますね、こうパンって振ってねということで、これ247回ということでね視聴していただきましたということで、こういう感じのね、はい、歌詞結構ね、しっかり聴いております、これはねビートで書いてますね、まあこれがねちょうどね2000年代ですね、多分ね前半だったと思いますよ、多分ねきっかけはねリットミュージックの、インターネットサイトに僕の曲上がってたっていうことだと思いますね、それをどっからともなく聞いてくれたのかなっていう気がしますけど、当時はまだねそのインターネットもねまだ黎明期というかね、モデム回線でつないで11時になるとテレ放題の時間でみんなそれで聞いてたっていう、そういう時代でね、今もうね24時間ね、まあ、つなぎ放題っていう時代ですけどね、まあ、それもそうですけどね iPhone なんかでもね、この前ね僕は1ヶ月まあ1ヶ月というかね1ヶ月1ギガ未満でなんとかやろうって頑張ってやってるんですけど、いきなりねまああと680メガぐらい残ってたなと思って見たらですね、もう60メガしかないんですよ、昨日かな、あれと思ったら600メガぐらい使われてるんですよ、システムアップデートじゃないけどシステムでね、あれ本当困りますね、あれね、なんかもうそうなるとねもう次のランクに行かなきゃいけないみたいなね、ということで、あ、オッパがありますね、ちょっとオッパ聞いてますか、オッパ入ってないですけどね、あれこれ600再生もいってますねこれね、あ、そうか、でもこれ6月にアップしたからですね、入ってないんですね、はい、このオッパはね、まあ5月とは関係ないですけど、すごくこれもまあちょっとオッパっていうとこれも韓国でまあお兄ちゃんっていう意味でね、よくねそのコリアンガールの彼女がですね、オッパオッパと僕のことをお兄ちゃんお兄ちゃんと慕ってくれてたと思い出しましたね、これただねオッパオッパっていうのは適当に歌ってて、それがたまたまオッパだったからオッパってタイトルつけてて、これもね下に今テロップ出てますけど、これも全然意味ないですよ、これ適当ですから、これはねやっぱりねこの絵のビビットの絵とやっぱオッパっていうタイトルとの、まあ、勝利じゃないですか、これやっぱりね サムネイルの勝ちじゃないですかね、はい、ということでね、まあ、今回もねいろいろまあこうやって、ランキングやってきましたけどね、
5月も、まあ、こんな感じで過ぎてきましたけどね、ちょっとこれからもまあちょっと頑張っていこうと思いますのでね、チャンネル登録高評価いただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということでね、それではまたバイバイ。